津軽審議は、江戸時代前期の大名、武国國広前藩三代藩主。官位は、十五位下、とさまる。津軽審議仕様の加護玄奈年に1月1日、広前藩の飛び領地上野国大館で二代藩主、津軽信平と石田三成の三女で、豊臣秀吉聖室の高台院の幼女となった、辰姫の長男として誕生。年、母、姫は死去し、 江戸の広崎判定に引き取られた。官営八年、父、信平の死去により十三歳で家督を相続、伊母帝、信秀と共に三大将軍、徳川家光に配越する。若年で藩主となったため、不代の老臣たちと審議の、近従たちとの対立を抑えられず、やがてお家騒動にまで発展した、船橋騒動。これは、幕府の助力を得て喧嘩両成敗により、両派から、 多数の処罰者を出して何とか沈静化したが、このために、審議は、積極的な藩主権力の強化に臨んだ。寛永12年、柳川一件により、流罪とされた津島藩華老の柳川長京を預かることとなる。柳川は、以降50年を津軽で暮らし、死去後は、広崎の長勝寺に葬られた。昇法4年、審議の強権に反発する家臣たちによって、審議を、 強制委員居させ、審議の異母帝、信秀を新藩主として擁立する主君を仕込めの陰謀が発覚し、連座者は粛清された。地籍においては、強力な主導権を発揮し、治水工事、津軽神殿の開発、オップ鉱山の開港、牧場の開設など多くの功績を挙げている。また、和歌を愛好し、引きた保安を師として自ら歌集。 具英和歌集を執筆するなど一級の教養人でもあった。その反面、合場で気象が荒く気候、乱行が目に余ったため、家臣領民に、じょっぱり殿様の異名で呼ばれた。さらに、公職、主乱の悪癖があり、女性関係の修文や酒によっての乱行などで、自身の評判を下げた。明暦元年11月25日、江戸神田邸にて死去した。 去年三十七。後を長男、信政が継いだ。安君とは言われるが、死後、家臣の四人が後を追って巡視している。時勢は、春の花秋の紅葉もいかでかは、終わりの嵐にあはで発べき史上は二十五男二十六女。ありがとうございます。